有吉弘行、夏目三久、結婚、妊娠スクープ、ネタ元は夏目本人で確定か。2016年8月24日に日刊スポーツ紙が報じた、タレント有吉弘行とフリーアナウンサー夏目三久の結婚、妊娠報道は、そのネタ元が夏目本人だという説が業界中を駆け巡っている。妊娠した夏目が所属事務所のドンの反対に遭い、思い切った行動に出たらしいですよ。でも相手の有吉がビビって逃げてしまい、結局は事務所に屈した形になったとか。こんな驚くような話がテレビ各局や芸能関係者の間でささやかれているのだ。記事のネタ元というのは各媒体の極秘事項で、日刊スポーツもそれを明かすことはないため、実際には確かめようがないのだが、初出記事の内容は、結婚は未定ながら妊娠という、交際よりも、妊娠の事実に重きを置いたもので、本人にしかわからないような話であったため、ネタ元が夏目本人と見れば、辻褄が合う部分もある。過去、筆者は一度だけ、ある、有名タレントの妊娠スクープを、スポーツ紙の一面で書いたことがあるが、この時は、産婦人科が情報源という、何があっても、絶対に明かせないレッドゾーンのネタ元で、本来は、ノータッチにすべきレアケースだった。それと比べれば本人リークの方がよっぽど現実味がある。テレビ局内や芸能関係者の間では、夏目側の事務所が激怒している理由について、一様に事務所のトップが夏目を寵愛しているからという話がまるで事実のように語られており、中にはドンと夏目は週1から2日一緒に過ごしているとする者までいた。仮にそれらが事実だとして、事務所ドンの過剰な寵愛を受けている中で、有吉との結婚、妊娠を猛反対された夏目が自らマスコミにリークしたとすれば、このまま終わる話ではないだろう。自らドンを裏切るような行為をしてしまえば、芸能界引退という強制退場だってあり得る。何しろ夏目の所属事務所の有力者は、その一斉で有吉も夏目もテレビ界から追放できるぐらいの力を持つと言われるほどの人物。もし夏目が自らこの話をリークしたというなら、引退も覚悟で行動に出たことになる。報道当日の朝、夏目は司会を務める TBS 系情報番組朝ちゃんで、この件に全く触れずに番組を進行。これは局内関係者をも戸惑わせたほどだった。結局後に夏目の所属事務所が法的措置をほのめかす感情的な否定の後、テレビ各局がこの件についての報道を一切スルーすることを決め、相手の有吉も当初これを狐につままれたような気分というのかと言葉を濁していたのだが、確かにこれは芸能界のドンクラスが動いたような話にしか見えない。事実と食い違う可能性はあるが、憶測はさらに広がりを見せている。有吉は妊娠について夏目から聞かされていなかったらしい。妊娠を明かした時、有吉が結婚してくれるかはわからなかった。だからこそ記事の内容も結婚未定というものだったんだろう。でも実際には有吉は孤軍奮闘しようとした夏目を守らず、さっさと狐につままれたと逃げ腰になってしまい、最終的に誤報だとして逃げてしまった。これで夏目は彼の子を産む価値はないと諦めたのではとテレビプロデューサー言う。